フィリアか。なんだかテンション高いな。実はね、フィールドを探索してたらすごく綺麗な湖を見つけたんだ。周りにモンスターもいないし、すごく素敵な感じなんだよ。だからみんなで遊びに行けないかなって。そうだな、たまには攻略以外で出かけるのもいいかもしれない。だよね。早速みんなにメッセージを飛ばしてみよう。じゃーん、ここだよ。めちゃめちゃ広いよね。こんなところに湖があったなんて。全然知らなかったよ。さすがフィリアだね。フィリア、連れてきてくれてありがとう。うん、みんなが喜んでくれてよかったよ。いやー、クラインとエギルは残念だったわね。私たちの水着姿が見られないなんて。そうだな、特にクラインなんか仕事休んでまで来ようとしてたけど。そこまで必死になられるのもちょっと。それじゃ早速入るか。ちょっと待ったね、キリト。ん？なんだ？ VR 世界の中なんだから準備運動はいらないだろ。そうじゃなくて、一応見張りを立てた方がいいんじゃない？今はモンスターがいないけど、ここはフィールドだから、いつモンスターが襲ってきてもおかしくないわ。そっか、確か。分かった、俺が見張ってるよ。みんなで入ってきてくれ。ああ、俺は湖に足でもつけて楽しんでるよ。さすがキリト、これで心置きなく水浴びができるわね。キリト君、途中で見張り変わろうか。見てるだけじゃつまらないでしょ。いや、構わないさ。アスナは楽しんできてくれ。そうよ、キリトは別の楽しみがあるでしょ。別のって？水着見放題じゃん。は？キリトさん、そんなつもりだったんですか？うわぁ、お兄ちゃん変態。な、すぐ、俺が言ったんじゃないぞ。シノンが勝手に。まあまあ、それも見張りの特権だよ。それより早速入ろう。そうね、でもその前に。ほら、なんであんた隠れてんのよ。さっきまでは普通に一緒にいたのに。ちょっと引っ張らないで。水着に着替えたら急に恥ずかしくなって。え、なんで？別に恥ずかしがることないと思うけどな。スタイルの差が歴然として。あ、胸のこと？なんだ、そんなことか。ふう、気にする必要ないわよ。シリカなんてすでに諦めの境地に入って。ないです、諦めてるわけじゃありませんよ。それじゃあ一番乗り。ほんと、でも気持ちいいね。水がすっごく綺麗ですね。飲んでも大丈夫かな。もうピナは飲んでるわよ。競争したい気分ね。え、みんなで泳ぐの？うん、面白そうじゃない。それじゃ水泳大会しましょう。水泳大会ですか？こういうのって久しぶりだな。今じゃなかなかやる機会ないもんね。私は初めてだよ。楽しみだな。
しそうだな。誰かいるな。まさか本当に見張りの役目を果たすことになるとは。そこにいるやつ出てこい。え、本当に覗き魔がいたんですか。誰が覗き魔よ。セブン、なんでこんなところに。それはこっちのセリフよ。せっかく穴場の湖を見つけたから一人で満喫しようと思ってたのに。またシャムロックの奴らを振り切ってきたんだな。あなたたちがいるならもう帰るわ。何事も先着順だからね。セブンちゃん、ちょっと待って。せっかく来たんだし一緒に泳がない。え、そうよ、今からちょうど水泳大会を開催するところなの。あんたも加わりなさい。あ、はいはい、私いいこと思いついた。一等の商品はキリトです。明暗ね。そうすればみんな気合も入るんじゃない。ふん、そうね。キリト君を振り回せるのは悪くないかも。ちょっとみんな、キリト君を勝手に商品にするのは良くないと思うよ。とか言ってキリトが誰かのものになるのが嫌なだけだったりして。それならアスナちゃんが1位になればいいんじゃないかな。そうしたら誰かのものにならずに済みますね。いいわ、私泳ぎには自信があるの。アスナもやる気になってしまった。もうアスナも承諾したところで早速始めましょうか。私棄権したいんだけど。へえ、意外だね。リーガは真っ先に参加すると思ってたよ。ふん、お兄ちゃんがかかってるのに。その今日単純に泳げないのね。はい。それではライバルが一人減ったところで今度こそ始めるわよ。第一コース、リズベット。優勝してみせるわ。第二コース、アスナ。絶対に負けられないわ。第三コース、シリカ。第4コース、ストレア。優勝してキリトを独り占めするんだ。第5コース、シノン。商品はどうでもいいけど、負けるのはごめんだわ。第6コース、フィリア。泳ぎは割と得意だから、優勝を目指して頑張るぞ。第7コース、セブン。私には秘策があるからね。負けないわよ。第8コース、レイン。泳げるかな、自信ないな。第9コース、ユイ。はい、頑張ります。第10コース、ユウキ。勝負となったら負けられないね。そしてお兄ちゃんと私は審判ね。スキルや魔法の使用は禁止。湖の端からスタートして真ん中にある岩でターン。それじゃあ位置について、よーい、一斉にスタートしました。最初に前に出たのはアスナか。さすがウンディーネだな。ウンディーネは一番水中活動に長けた種族。このまま、まだまだ。おい、なかなか進まないよ。胸が大きいのが肌となりましたね。お先に行かせていただきます。シリカは早いね。なんか純粋に喜べない。しかし今回に限ってはチャンスなんです。アスナ、待ちなさい。そんなこと言っても待つわけ。キアビー、リズ、水着の紐引っ張らないでよ。結び直さないと見えちゃうわよ。なんてね、本当に紐が緩むわけないでしょ。それじゃ、お先。
リズのバカ！うわあ、溺れる。おかしい、おかしいわ。みんなからだんだん引き離されてる。浮き輪を使っても追いつけないなんて、どうして？みんな遅れてるからチャンスね。そこにある岩でターンすればあと半分。どうしたの、フィリア。なんだろう、これ何か吸盤みたいなのがついてるんだけど。吸盤？フィリア、それは掴んじゃダメ。え、もう掴んじゃ。地震？タコ型モンスター。やあ、タコの足が絡みついて。やだ、離して。やあ、もう絡みついたらダメだよ。うわ身動きが。この離れなさいよ、私に絡みつくなんて。セブン、早く武器を。これじゃ装備できない。タコさん、来ないでください。ゆいちゃん、危ない。ママ、どうしよう。お兄ちゃん、あっという間にみんなタコの足に捕まっちゃったよ。早く助けるぞ。タコの足はすでにみんなに絡みついてるから使えないはずだ。それじゃあ頭を狙って一気に片付けるね。はー、リーファさん、正面から攻撃してはダメです。え、あー、目が。すぐだ、大丈夫か。大丈夫だけど炭で前が。くそ、すぐまでやられたか。皆さんを救えるのはパパしかいません。あのモンスターの資格は後頭部です。わかった。くぅ、さすがパパ、やりました。はあ、やれやれ。ありがとう、キリト君。死ぬかと思った。ほんと、散々だったわね。あのタコ、許さない。シャムロックの全勢力を持って叩き潰さないと。もうキリトが倒しちゃったわよ。あれって湖の主だったのかな。あんなのもいるんだね。いろいろあったけど楽しかったね。どこがですか。私なんて、はあ、もう少しで私がキリトを独り占めできたのに。こうして水泳大会は波乱の天。みんなには悪いけど、心の奥で俺はほっとしていた。優勝決まらなくてよかったな。